名誉称号とは、日本の囲碁の棋戦で、特定の条件を満たした者に贈られる称号を。を棋戦で、連続5期もしくは、通算10期タイトルを獲得した棋士は、名誉称号を名乗る資格を得る。称号としては、名誉規制などのように、タイトル名の前に、名誉をつけた者が用いられる。名誉称号は、現役で60歳以上に達した時、もしくは引退時に名乗ることができる。 現在は、連続10期上タイトルを獲得した騎士は60歳未満で、名乗ることができる。複数の名誉称号を持つ騎士の場合、騎戦の序列が一番上の称号で記載されるか、名誉参観などの名称で呼ばれる。名誉称号を保持している騎戦に出場する際は、序列に関わらず、当該騎戦の名誉称号が優先される。また、 名誉称号保持者が7大タイトルをダッシュした際には、名誉称号ではなく保持しているタイトル名が優先される。例えば、かつて、藤沢秀幸名誉規制が王座をダッシュした際には、藤沢王座と表記された。以後の名誉称号に相当する資格として、将棋界では衛星称号を用いている。また、以後界では全タイトルで、一律連続5期か。 通算10期保持で資格を得られるのに対し、将棋界では棋戦によって衛星称号資格が異なる。例えば将棋の棋戦で、球団が連続3期、名人、棋聖は通算5期で、竜王では連続5期あるいは通算7期で衛星称号が与えられる一方、棋王は連続5期のみ、王将は通算10期のみとなっている。しかしながら、 総合すると囲碁界の方が獲得のハードルが高い。規戦がわずかながら多く、称号資格者が将棋界よりも少ない。カッコのない騎士は名誉称号を名乗ることのできる騎士。カッコのある騎士は資格は得ているものの、現役では年齢が満たない騎士。本因坊戦はかつて名誉、本因坊の称号を用いていたが、1998年以降、与本因坊という称号に変更した。 家元制最後にして21世、本因坊、本因坊秀才の後に続く形で、一代ずつ加算する称号で呼ばれる。また本因坊保持者は、画号を名乗るケースが多い。なお、本因坊九連覇の高川収穫は、特例として1964年より現役で、名誉、本因坊を名乗ることが許されていた。また、長智君も、 本因坊10連覇により、現役のまま60歳の誕生日を待たずして、25歳、本因坊の名乗りを許された。ありがとうございます。